ファミチキはさすがに問題ないです。どうもダイエット中の喋るキュウイです。先日ファミチキは太りそうとコメントいただいたんですが、全く問題ないと思いますね。揚げ物だからやばいと考えてる人は多いんですが、実際は200キロカロリー程度とそんなに高カロリーじゃないですし、前にチキンとあると鶏肉を使っているのでタンパク質もそこそこ取れます。腹が空いた時は全然食べていいんじゃないレベルですね。実際僕もよく食べますし、脂質イコール太るというわけではないですし、変にストレスを溜めると精神衛生上良くないと思う、あまり警戒せずに食べちゃって良いのかなと思いますね。ファミチキは心のプロテイン。